山から降りて車で5分ぐらい来たところにワイナリーがありました。これから美味しい新潟のワインをゲットして持って帰りたいと思います。前に新潟に来た時にすごく美味しいスパークリングワインがあったんだよね。なのでそれを探したいなと思ってます。でもあれ新潟のワインだったかなって、ちょっと長野かもしれないんだよね。カーブドッチワイナリーだったらしい。カーブドッチワイナリーのワインだったみたいなのでそれを探します。ワインがいっぱい。見て見て、ライオールのワインソムリエナイフがある。私はサンテミリオンでこのライオールのお店でソムリエナイフ買って花って刻印を入れてもらいました。懐かしい。結構高いね。いくらぐらいだったっけね、サンテミリオンで買った時。こんなに高くはなかった気がするな。1万ちょっとだったような気がする。これ1本買ってみよう。2019ベルデーレ熟した洋梨のニュアンスだって。楽園です。すごい。ちょうど今夕日が当たっていい光だね。これは来てよかった。ものすごい綺麗。があるとは。あ、さっき登った角田山、あの辺かな。へー、わー、これは楽しめるね。角田山すごい気に入ったからまた来たいんだけど、その時はもうちょっとゆっくりこのカーブドッチでお食事したりもしたい。なんかねスパもあるんだって、温泉。それも来たいな。楽園すごいな。夢のような場所、本当に。こんなとこ作ってすごいね。レストラン、新潟の食材をいろいろ使ってるみたい。なんかいろいろあるね。本格レストランもあるし、ティールームっぽいとこもあるし、レストランもあるし、さっきのところはなんか1万5000円とか8000円とか、ここは新潟食材を使ってるレストランみたい。あー楽しかった、というわけで東京に帰ります。